岡山県にね、岡山県にゲーム屋さん、お宝発見っていうちょっと大きめのゲーム屋さんに行ってきました。その時の写真、ポン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 で、ちょっとね、まあ面白そうなゲームあったんで、買ってきました。プレイステーション2の、これね、見たことなかったから買ったんだけど、これ知ってる人いたら教えてください。ドラゴンシャドウスペルっていう、めっちゃ面白そうでしょ。なんか見た感じ、シミュレーション系の単性みたいな、マスを動かしていく、マスオ TV、 マスオ最低だな。なんかサモンナイトとかを手掛けてる、なんかフライトプランのオリジナル作品らしい、これ。面白いかな、クソゲー。まあちなみに300円です。ついでにこれも買った、お宝発見で980円。なんかこのマーク見たらわかるかな、このマーク、ハートの海賊団ね。ハートの海賊、プロセスだった、 T シャツだと思ってた。プロセスだった。こんな、これ、このマーク、後ろこんな感じ。サイズは別に S サイズしか無理やけど、 S サイズ以外無理やねんけど。